バイエルン選帝侯領は1648年から1806年まで存在した神聖ローマ帝国の両方、帝国崩壊後にバイエルン王国へと発展した、現ドイツバイエルン州の一部にあたる。1180年にオットー一世がバイエルン公に封じられて以来、バイエルンはビッテルスバフ派家が統治していたが14世紀に、 バイエルン系トップファルツ系に分離した。後者は1356年の金印直所で先抵抗くら位を獲得した。ビッテルスバッハ家の両系統では、以後も一族内で分割相続が行われて所領がたびたび細分化されていたが、バイエルンでは16世紀のビルヘルム4世以後、長子単独相続が行われるようになった。1618年。 プロテスタントの名手であった、プファルツ・ジンメルン家のプファルツ選定校、フリードリヒ五世が、ボヘミア王に衰退されたことが契機となって30年戦争が勃発する。これに対して、バイエルン校マクシミリアン1世は神聖ローマ皇帝、フェルディナント2世側につき、カトリック軍の主力として戦った。マクシミリアン一世はその功績を皇帝に認められ、百二十三年に、 フリードリヒ5世が有していたプファルツ選定領、お及び選帝校くらいを与えられたが、これは明らかに禁印直所に反するものであり、結果として戦争を激化させた。マクシミリアン1世自身もスウェーデン軍によってミュンヘンを追われた。1648年のベストファーレン条約でマクシミリアン1世に与えられていた。 プファルツ領の大部分は、フリードリヒ5世の息子カール1世ルートビヒに変換されたが、マクシミリアン1世には選定校くらいの保持が認められ、カール1世ルートビヒにも、親切の者として選定行為が授けられた。以後、マクシミリアン1世の家系は伝来のバイエルン校領を統治するとともに代々選定校くらいを伝え、その所領はバイエルン選定校領と称されるようになる。 先帝公くらいを獲得したバイエルン・ケー・ビッテルスバッハ家はかつてそうであったように次第に新生ローマ帝国内におけるハプスブルク家の対抗馬として頭角を表していくことになる。第三代先帝公マクシミリアン二世イエマヌエルは最初の日マリア・アントニア王女がスペイン・ハプスブルク朝最後の国王カルロス二世イの名であったことからその着地、ヨーゼフ・フェルディナントが 王位継承者として、アストリアス公に除され、マクシミリアン2世自身もスペイン領ネーデルラントの総督に任命された。しかしヨーゼフ・フェルディナントは溶接し、スペイン王位には、フランス王ルイ14世の孫で、マクシミリアン2世の姉、マリア,アンナの息子でもある、フェリペ5世がついた。マクシミリアン2世は新国王のおじとして引き続き、ネーデルラント総督の地位を認められた。 フェリペ5世の即位をめぐって、スペイン継承戦争が勃発すると、マクシミリアン2世は、フランス側についたが、1704年のブレンハイムの戦いで、オーストリアイギリス連合軍に敗北して、バイエルンを占領され、ネーデルラントへの亡命を余儀なくされた。ネーデルラントも1706年のラミーの戦いに、敗北したことで喪失、フランスへ亡命した。 8年後の1714年のバーデンの和訳で、マクシミリアン2世は、バイエルンを回復することができた。1740年に、皇帝カール6世が没し、その娘、マリア・テレジアと夫のロレーヌ公、フランツ・ステファンが後を継ぐことになったが、周辺諸国はこれに異議を唱えてオーストリア、継承戦争が勃発する。ハプスブルク家の対抗馬として担ぎ出されたのが、 ヨーゼフ・フェルディナントの異母帝で、マリア・アマーリエミコを妻に持つカール・アルブレヒト、先帝公であり、本人も皇帝への野心を隠さなかった。カール・アルブレヒトは1741年に、チロル、ボヘミア、上、オーストリアを占領し、翌1742年には皇帝カール7世として、大官を行った。しかし、ハンガリーからの援軍を得たマリア・テレジアは、反撃に転じ、 領土を奪還したのみならず、バイエルンをも占領するに至った。カール7世は1745年に、失意のうちに没し、後を継いだ息子マクシミリアン3世ヨーゼフは、同年のフュッセン条約で、フランツ・ステファンの皇帝位を認めた。1777年に、マクシミリアン3世ヨーゼフが男子を残すことなく、没したことで、バイエルン系ビッテルスバッハ家は断絶した。 サリカ法に則っ,って、桃園である、プファルツズリッツバッハ家出身のプファルツ選定校、カールテオドールが、バイエルン選定校を継承し、ビッテルスバッハ家は統合された。しかし、カールテオドールは、バイエルン統治に乗り気ではなく、これに目をつけた神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世は、バイエルンとオーストリア領ネーデルラントの交換を持ちかけた。カールテオドール自身は、 この交換に応じるつもりであったが、周辺諸国の妨害で実現せず、バイエルンの民衆との間に溝が深まっただけであった。1789年のフランス革命及び1792年の革命戦争の勃発に、バイエルンもいやもなく、巻き込まれ、国内には10万のオーストリア軍が駐屯したが、バイエルン人の伝統的な反オーストリア感情を焚きつけることになった。 民衆の不信が募る中、1799年2月12日に、カールテオドールは帝臣たちとトランプに興じている最中に倒れ、4日後に帰らぬ人になった。カールテオドールの死を受けて、プファルツビルケンフェルト家のツバイブリュッケン公マクシミリアン,ヨンセ世ヨーゼフが先帝公くらいを継承した。カールテオドールの悪性に不満を抱いていた民衆はこれを歓迎し、 マクシミリアン4世もこれに応えるべくモンジュラ博を投用して啓蒙政治を行ったが国外情勢にも対応しなければならなかった。革命戦争は激化しフランス革命軍の勢いは凄まじくすでにマクシミリアン4世の拠点であったツバイブリュッケン綱領を制圧しバイエルンにまで肉薄する勢いだったのである。そして1800年6月28日にミュンヘンは 革命軍の手に落ち、マクシミリアン4世は亡命を余儀なくされた。バイエルンには共和政治立の気配さえ出た。1801年2月9日のリュネービル条約で革命軍はバイエルンから撤退してマクシミリアン4世ヨーゼフは帰国することができた。その後、マクシミリアン4世はフランスで急速に台頭したナポレオン・ボナパルトに接近し、同年8月28日に 有効条約を結んだ。1803年に新生ローマ帝国内での領域の再編成が行われ、バイエルンはラインサガンの領土とラインウーガンのプファルツ、選定綱領を放棄する代わりに南ドイツ一円に領土を拡大した。1805年8月25日にマクシメリアン4世は前年にフランス皇帝となったナポレオンとボーゲンハウゼン条約を締結し、 バイエルンは1813年の諸国民戦争までフランスの強力な同盟国として歩んでいくことになる。1806年1月1日にマクシミリアン4世は初代バイエルン国王マクシミリアン1世として退官し、バイエルン選定綱領は新たに獲得した諸領と共にバイエルン王国へ統合された。ありがとうございます。